ゃいます。Hirokiです。お願いします。君は覚えていますか、あの満開の桜を、頬が溢れていたことを。僕は来年もまた一緒に見ようねと言ったね。でも今君は僕の隣にはいない。あれから一年が経った時、僕は君の姿を見た。僕じゃない人が隣にいたね。ああ桜涙、なんで幸せにできなかったんだろう、なんて僕は無力なのかな。僕はあの時言った言葉を思い出していたんだよ。なんで思い出したのかな、まだ好きなのかな。ああ桜涙、なんで桜散らないのか、知るべき方は僕なのかな。ララ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 ラ、自分のオリジナルの桜涙っていう曲で、まあ高1の時に好きな人がいて、その子に振られてなんかバーって書いちゃった曲です。はい、元カノの曲って言えばいいのかな、みんなにストレートすぎて気持ち悪いって言われるんですけど、よかったら CD も こっちで、あ、すいません、よく噛むんで、こっちで CD も置いてあるんで、よかったら買ってください。お願いします。じゃ最後コピーの、その自分がすごい尊敬しててすごいかっこいいなと思ったエルレガーデンのコピーの曲やって終わりにします。ありがとうございました。ひろきでした。
Next time.